佐ぬ弁が記された、塩の江バス停塩の江温泉は、香川県高松市塩の江町安原上東に、流出する、霊光泉である。佐ぬの奥座敷として知られる。高東川の傍らの断層帯に、10カ所以上の源泉を有し、泉質も泉源によって異なるものの、塩の江温泉の源泉は、すべてが、霊光泉である。泉質としては、単純温泉や、 流行性の一種である単純溶泉がある。なお、源泉には掘削してポンプアップしているものと自然流出しているものが混在している。10軒ほどの宿泊施設が並び、こじんまりとした温泉街を形成している。しかし、とりわけ温泉資源に乏しい香川県においては、歴史、規模ともに随一である。日帰り入浴施設は1軒で、道の駅塩の絵に併設されている。 行きの湯が日帰り入浴専門の施設である。この行きの湯は2017年2月1日より休館していたが2018年11月11日に再開した。なお、温泉街や外れの地域にある宿泊旅館でも日帰り入浴のために温泉施設を開放しているところが何施設か存在する。現在は保養、当時向けの完成な温泉街だが、 第二次世界大戦前は、華やかな歓楽街も見られ、塩の江温泉鉄道で高松市街と結ばれていた。平家湯伝説によれば、奈良時代初期に行器が発見したとの伝説が残る。空海も修行し、当時を万人に進めたと言われる。なお、ここが佐野キ国と呼ばれていた時代から、塩の江温泉郷は存続しているとされる。古くは、潮江と記されており、 公は、意の天下と考えられ、潮気のある泉であったため、潮の絵と呼ばれるようになったと言われている。日露戦争後には、小病兵の療養にも使われた。2002年3月29日に、国民保養温泉地に指定された。宝塚歌劇団のような少女歌劇団もあった。ABC 日本温泉科学会、図節日本の温泉、170温泉のサイエンス。 P146 朝倉書店2020年3月1日発行 ISBN978 から4から254160758山村順次47都道府県温泉百貨、p 2 2 4丸全出版2015年12月30日発行 ISBN978 から4から621089965山村順次47都道府県 温泉百科、P223-0 全出版2015年12月30日、発行 ISBN 978から4から621089965。ありがとうございます。